しんどいって。アクセント強めっていうよりかはもう淡々ととりあえずリズムをキープキープキープっていう感じでやってますね。どれくらい振り付けが激しいものなのかわかると思うんですよ。で、注目すべきところは、皆さんこんにちは、パイオムさんが大好きなダンサーかりんです。本日はですね、こちら新しい学校のリーダーズさんのパイナップルクリプトナイトリミックスの解説をしていきたいと思います。コメント欄で結構リクエスト来ていたので今回解説をしていきます。私の愛犬のキリちゃんと言いますと、はい、こんな感じでペチャってなっております。キリ頑張るよ。えいえい、あ、寝ちゃいました。はい、ということで解説スタート。さあ始まりました。ほいはい、ここでストップ。注目していただきたいのが誰かと言いますと、みじゅさんなんですよ。で、みじゅさんのダウンの仕方を見ていただきたいんですよ。ちょっと戻しますよ。はい、はい、これ何がすごいかというと、ダウンって基本的に下がるので体全体、頭のこの一番てっぺんですよね、ここがこういう風に上下する運動というか動きなんですけども、みじゅさんこうなってるの分かりますか？私今何が違うか分かります？普通にこうやってダウンするのと、でででででっていう風に頭をですねストップさせた状態で体だけをこう上下させる、これなんですよね。はい、こういう風にダウンをしているんですよ。ちょっとそれを踏まえてもう一回見てくださいね。頭動いてないでしょ。これがね、すごいとこですよ。ほい、ドゥン。ウェー、はい、ドゥン。はい、このね、横移動もね、全然みんな違うんですよ。はい、まず端っこから行きましょうか。鈴鹿さんのポーズなんですけども、ちょっと3人に比べて小さめなんですよね。小さめっていうのは、こう、ちょっと縮こまったような感じでやっているのがわかるかと思います。ですが、スタンスはめちゃくちゃ、もう四股が踏めるんじゃないかっていうぐらい開いて、手は大きくじゃなくて小さく。で、肩のヒットとかアクセントですよね。そう、この弾きを強くしてるんですよね。で、弾き強くしつつ左右の運動はだいぶしっかりやってます。これはもう4人とも全員一緒ですね。はい、なので小さめ、肩のアクセント強めで、はい、やってる感じです。で、目線はもう下に行ってますね。続き、はい、次カノンさん。はい、ストップ。カノンさんはですね、基本的には肘をちょっとファッと横に開いた状態でやっております。で、アクセント強めっていうよりかはもう淡々ととりあえずリズムをキープキープキープっていう感じでやってますね。ちょっと戻します。はい、ね、そう。で、似ているのがですね、みじゅさんとりんさんなんですよ。みじゅさんとりんさんは肘をですねグワッと開いてほぼ横の状態ですよね。ほい、で、若干揺れと一緒にこう肘がですねふわん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 ってなってるのがわかると思います。こんな感じで同じ振り付け、同じ雰囲気なんだけども4人ともなんか違うけど揃ってるっていう、そのバランスの良さがこの新しい学校さんのすごいところですよね。続き、上下ね、これライブすごかったですよ本当に。はいはい、1212121212。で、ここの大変なところなんですけども、全部首でですね方向を確認しているような感じなんですよ。で、私今この5回ぐらいやっただけで結構目の前がクラクラするというか、頭ちょっとね振られる感じがすごくします。ロックダンスでも首をこういう風に動かすことはあるんですけど、何度も何度もこうやってやったりとか上下上下上下とかっていう風にやるってことはあんまりないんですよね。なので私この動きはね結構苦手。はい、ドゥッ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 、はい、髪の毛回し、はい、1234、はい、で、ス
ストップ。リンさんの動きを全体的に見ていたら、どれくらい振り付けが激しいものなのかわかると思うんですよ。で、注目すべきところは、リンさんの個人の解説でもお伝えはしたんですけども、首、そして、一本にまとめられた髪の毛の揺れでわかるんですよね。ちょっと戻します。ほい。ね、髪の毛すごい揺れてるでしょ。はい。ドゥン、ドゥン、ドゥン。ギャー。はい、ちょっと戻します。これもね、ちょっとね、信頼関係がないとできない部分。これ。はい、鈴鹿さんが踊り終わりまして、手を後ろにして、持ってもらって、キャーのところですよね。ここも持たないといけないんですよ、腕をね。持ってもらわないといけないっていうところなので、立ち位置がちょっとでもずれたりすると、もう手をつなげない状態になっちゃうんですよ。なので、ここら辺も信頼関係だったり、練習がすごく必要な部分ですね。スタート。はい。はい。1、2、3、4。キャー。パイナポー。で、これですよ。新しい学校さんの特徴として脱力が見えると言いましたが、この動き力入ってるように見えますよね。ボンボンボン、はい、ストップ。で、こういう動きってもちろんアクセントいるんですよ。ドンドンっていう風にアクセントいるんですけど、どこで脱力を完璧にしているかわかるかというと、リンさんとカノンさんの左手ブルンってなってますよね。これなんですよ。力が入ってると人間って絶対に握ってしまうものなんですよね、手を。で、骨折とかをした人わかると思うんですけども、親指と小指どちらかが負傷している状態とかだと握ったりできないので、体に力が入らない状態なんですよね。なので、そういうことを考えると、脱力している状態、手を、まあ、とにかく開いている状態、そして反対の手はブランとしている状態、この時点で力が体に入るってことはまずあまりないんですよね。なので、ここアクセントは取りに行ってるんだけど、完全に脱力してる状態っていう風に見ていいんじゃないかと思います。ロックダンスでもですね、グッと握るっていうことが結構大事なんですよね。力を入れる時だけ、そういうポイントだけ握る開く握る開くっていうのを使い分けれるっていうのが上手な人のポイントですね。はい、ここもね、はい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 。で、ここでも左手がブランってしてるの分かります？なので、ここも脱力をしてるんですよ。はい、ちょっと戻します。ボン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 。で、この手のボンボンの仕方も、鈴鹿さん結構手をパッ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 っていう風にしてアクセント取ってる。けど、ミゼさんとかって結構こう振った感じっていうのが前にこう押すような感じでアクセント取ってたり、ここら辺の個性が出ますよね。はい。ほい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 。で、鈴鹿さんが動き出すと、いいねー。で、メガネをクイッとするのも演出なのか、本当にずれたのか。はい。で、ここも脱力。こっからパイナップルクリフトない？ほい、みんなで行くよー、カモン。しんどいって、しんどいって、ずっとこんな5分ぐらい頭振んの。あー、はい、ストップ。もう見てるだけでもうこっちが疲れてくるやつですね。これもう結構4人ともやり方がちょっと違うんですよね。はい、この動き、鈴鹿さんだけちょっと目線をこう上げてるような感じですね。で、3人はもうこう手と一緒に左右に振ってしまってる感じ。はい、ドン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 。はい、お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、新しい学校さんのパイナップルクリプトナイトリミックスを解説させていただきました。あまり変化がない曲調だし、あまり変化がいっぱいない、結構繰り返しの多いダンスなんですけども、やはり個性がすごく出るんですよね。で、個性って出そうとするもんじゃなくて出てしまうものなので、そこをちょっと皆さん理解しつつ、他の動画もね、今後見ていただけると嬉しいなと思います。私のダンスの解説動画を見て、本家の動画をもう一度見て、見え方とか見方
方がちょっとこうね、皆さんクロート寄りになっていただけるとすごくすごく嬉しいです。最後に私の愛犬キリちゃんのご様子を見ていきましょう。はい、キリンコさんがどんな様子かと言いますと、じゃーん、あー食べないで、はい、お膝あいで、ここね、来たのね、来たのあーお昼寝中でした、ごめんね、起こしたね、ごめんね。はい、かわいこちゃんでございます。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバーイ。